おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちよぶそう。はい、皆さんお元気でしょうか。まあ、なんだっけ、YouTube でもそうですし、インスタだったり、ツイキャスだったり、LINE ないっていうのもあって、ライブ中継されてるのがあるじゃないですか。ライブ配信か。生でね。で、大体それがまあ YouTube だと、何時くらいからやりますよっていうのでね、まあ、リミッターというかそういうのはをセットして、アラームかけて、で、まあ、皆さんを待機していてくださいねとか、今日は食べ物を食べながらね、いろんなことを、今日あったことをしゃべりますっていうのがあったりとかしてて、まあ皆さんもね、夕飯で、僕と食べてるような感じにしたい、しませんかと。食べ終わっている人は、まあ、ちょっとね、つまみをこう作ってっていうかね、持ってきて、酒を飲みながら、まあ僕の話を聞いてくださいって。まあ聞いてほしい、皆さんのね、今日あったことを、まあチャットでお話ししましょうっていうのがあったりとかしてて、んだけどまあ私はなんかあえて見ないというか、じっくり後でっていうかさ、あんまりさ、その1時間2時間ぐらいのまあ長丁場のことが多くて、そのライブ配信をね後でこう見返すと、もう30分以上こうまあいろいろってね、やりとりしながらやってる人を見てて、すげえなとか思うもんね。まあ自分自身ライブ配信をしてるわけじゃないのでわかんないんですけど、それのね、そのカメラだったりだとかマイクだったりとか、そういうのもね大変だろうし、ね、まあ一応ね、そのスマホの方でもできるっちゃできるんだろうけど、まあ、電池とかも、ね、考えなきゃいけないし、バッテリーとかも、あとそのストレージっていうか、まあ、容量も考えなきゃいけなかったりとかするし、っていうのもあって、なかなか私もライブ配信はやらないかもしれない、やろうと思ってはないけど、まあ多分それもね、なんだろう、登録者がこう何人以上とかじゃないとダメだったりとかすると思うので、なかなかできずじまいで、あとでね、その要所要所でこう見たいなと思うし、っていう感じですかね。皆さんどうなんだろう、見ている人もいるし、自分がやりましたよっていう人がいるのかな。ちょっとそれは聞きたいなと思います。今日はね、ちょっと短いですけども、よろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。